はい、ナサディです。よろしくお願いします。今日は9月27日、ダイエット減量も佳境に入ってきました。あと12日で9月8日、ビーフ佐々木があります。私はそこでメンズアスリートモデルという部門に出場します。で、減量ダイエットしてるわけですけども、そこで減量ダイエット中どうしても必要なものありますので紹介します。こちらです。じゃん。ミネビタ、ビタミンミネラルマッチョ足りてますか。コアラコアラチさんがよく言う言葉なんですけども、まさにその通りなんですね。ビタミンミネラル、まあ、マッチョというところはこのアミノ酸ですね。足りてますかと。ビタミンミネラルアミノ酸、はい、ビタミン、こういった栄養素意外と脂肪に蓄えられるそうなんですよ。なので減量して女脂肪とかしてね、脂肪を除いていくとビタミン C などが体に蓄積されなくなってきて、結果風邪をひきやすくなったり体調を崩しやすくなったりすると。でそれを、こういうサプリメントで補いましょうということです。でいろんなものがありまして、どれがいいどれが良くないというのは、まあ、一概には言えないんですけども、なんかいっぺんに摂取できるのがいいなと思って、こちらのミネビタというのを今回購入しました。これがですね、1日2粒飲みます。そしてエネルギーが 1.197 キロカロリー、まあエネルギーはいいですね。タンパク質、まあほとんどまあまあって感じですね。でそこで、ビタミン B1、 ビタミン C、 ビオチン、ピオチン、ビオチンっていうのがなんか主な成分として、入ってるみたいです。じゃあどういうものかと見ていきましょうか。ですね、ビタミン B1 が炭水化物からのエネルギー酸性と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素。ビタミン B1 は、はい、粘膜の健康維持、皮膚を助ける栄養素。ビタミン C は、はい、こちらは皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに抗酸化作用を持つ栄養素。で最後ちょっとよくわかんないんですけど、ビオチンは皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素。へえ、そう、なんかみんな似たような、大丈夫なのかな、大丈夫か。そして1日あたりの摂取目安量は2粒ですね、はい、でこの2粒取るとどんなもんかと言いますと、18歳以上の基準熱量2200キロカロリーに占める割合としては、ビタミン B1100%、 ビタミン C100%、 ビオチン 100%、 この3つの栄養素に関してはこれを1日2粒飲めば全部こと足りますよということなんですね。まあ、風邪ひくのが一番大変かなと思って、結構ビタミン C よいしょ入ってるのを選んだんですけども、そしてミネラルも入ってるんですよ。でビタミン C とかで選んだと言ってますけども、本当にこれたくさん、この2粒飲むだけで得られるものざっと言いますね。さっきのは主成分、その他にビタミンで A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、Kビオチン、ハサン、ナイアシン、パントテン酸です。そしてミネラル、ミネラルが鉄、カルシウム、マグネシウム、マンガン、モリブデン、ヨウ素、亜鉛、クロム、レ、セレン、そして最後はアミノ酸 BCAA ってやつですね。
最近よく聞きますよね、 BCAA、 バリン、ロイシン、イソロイシン、この3種類が入ってます。この BCAA が入ってるっていうのはね、結構決め手に実はなってたりするんですけどもね、なんか名前的にね、今流行りの BCAA ですかね、アミノ酸、筋肉助ける栄養素です。さあ、じゃあどんな感じか、まずは香りから。納豆みたい。納豆嫌いな人これ苦手かも。納豆大好きなんでめちゃくちゃよだれてきましたけど、あ、納豆の香りします。納豆だな、しかもタレがついた納豆の香りがします。そして2粒こんな大きさでこんな感じです。いいですね、まあ普通ですよね。あ、手に取ると全然納豆感ないわ、ほとんど無臭です。じゃあちょっと口に含んでみます。このままいけるのか、うん、このまま飲み込むにはちょっと粒が大きいですね。やっぱりここは水分と一緒に取りましょう。うん、なるほど、結構大きい。でこれを2粒飲むということで、僕は寝る前に飲んで、寝てる間に栄養素を体中に行き渡らせようみたいな雰囲気で使ってみます。以上、本日紹介しました減量ダイエットにあると便利なマルチビタミン、ミネビタでした。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。